カンナオフィシャル YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、カンナです。ボーカルやってます、谷中隆です。はい、ピアノとバックグラウンドボーカルを担当しております、シュウスイです。さあ、ビッグニュースがありますね、今日は。はい、発表してやってください。ビッグニュース、はい、5月12日、はい、ですか。日曜日、そうです。日曜日、はい、ワンマンライブが決定しました。約5年ぶりワンマンライブ、おめでとうございます。ありがとうございます。ってまだ終わってないんだけど別にこれからなんだけどね。いやー、ワンマンライブは久しぶりですね。2007年にね、東京と名古屋で結成10周年記念ライブというのをね、はい、まあ、その時はサポートメンバーも入れずに2人でね、うん、やって、それ以来となるワンマンですね。いやー、ほんと楽しみですね。ほんとね、あー、いいですね。母の日ですから。母の日、5月12日日曜日、母の日なんでね。だったらもうあの曲は、まあ、虹色のカーネーションは必ず必ずそれメインですね。もう虹色のカーネーション14曲くらいやろうかなみたいないろんなバージョンにしてアレンジ変えて、アレンジ変えて、いや、それ飽きるな。飽きる、それ飽きますね。まあでもね、虹色のカーネーション実はライブでは披露したことないんで。ああ、そうだ、それが初披露になりますよ。いや、もう楽しみですね。 そうですね、まあ、日曜日ということもあって、うん、まあね、前回の2月23日の、まあ、イベントライブ久しぶりだったんですけど、はい、その時も遠方からね、結構岡山とか、ね、大阪とか、うん、京都とか皆さん、わざわざそのためだけに新幹線に乗ってね、はい、来てくださった方がいたわけですよ。いや、素晴らしい。ありがとうございますね。まあ、そういう方々のためを思って、はい、日曜日は開演時間を少し早めましたので、お、開演自体が2時です。やった、はい、やった。で、終演がだいたい5時ぐらいです。やった、帰れる。月曜日から仕事 OK。 もうなんか、カンナらしいね。らしいです。健康です。健康、日のあるうちにやって終わるみたいな夕飯はみんなで、ほら、母の日だから、ね、やっぱりほら、それぞれの、それぞれの家族の時間を楽しんでいただきたい。そこをかんな邪魔者にならない。素晴らしい。だから開演6時とか7時まずい。いや、ね、素晴らしい。それでもうその日、新幹線、飛行機に乗って、うん、帰っていただければ、月曜日が仕事 OK。素晴らしい。バッチリ。いいですね、気配りがね。まあね、日曜日だしね、それ。そうです。そうです。休みなんで、もうぜひ。そうですね。ぜひ、振るって。はい。もうお越し。お越しくださいませ、はい、ということで。まあ、情報は、Facebook や YouTube、ね、ライブハウスのね、ザ1633東京というところのホームページでも随時、はい、アップしてもらってますので、申し込みはまず3月の16日からカンナのオフィシャルファンクラブコテチガル、はい、ここから、ファンクラブのメンバーの方々からまずは先行予約という形で3月16日からスタートしまして、はい、で、一般発売は4月1日。4月1日、はい、結構半月ぐらい。あ、そうですね、2週間ぐらいはファンクラブの皆様のためにじゃないんですけど、まず先行予約をやらせていただくんで、まだね、ファンクラブに入ってないという方は、ただなんでこれ出ました、ジャパネット出た。ただなんで、ぜひもう皆さん、ただほど高いものないですけど。で、お安くなるんでしょ。なるんですよ。どのくらい一般カップラーメンでも500円くらいは。500円くらい安いですよ。500円、電車賃くらいは安くなります。うわ、素晴らしいぜひね、気持ちばかりでもね、サービスではございます。なんなんだ、どこの営業の人本当にもうね、本当に素晴らしい、ね、はい、まあ、ファンクラブの特典ということもありますし、はい、当日のね、構成やら曲順やら、どういう演出にしようかっていうことはね、これから、詰めてまいりたいと思いますので、まあ、意気込みをじゃあ一言最後に聞かせてください。いやいや、俺っすか。あ、そうですよ。ああ、もう本当に、あと2ヶ月ぐらい、そうですね、2ヶ月後ぐらいですね、はいはい、いや、もう本当に周水と力を合わせて、はい、素晴らしいライブにしたいなと思うんで、はい、笑いあり、笑いあり、泣きあり、涙あり、ね、山あり谷あり、山あり谷ありもうなんかそういうなんか面白いライブにしたいなと思うんで、はい、ぜひお越しください。ぜひよろしくお願いします。はい、まあ、情報ね、更新していきますので、 YouTube も Facebook もまめに見ていただいて、ね、リハーサルの風景とかね、いろいろご報告していきたいなと思いますので、はい、まずは5月12日日曜日の母の日にお会いできたらなと、はい、思います。それではお相手は神奈野周水と谷中隆でした。バイバイ。バイバイ。